はい、皆様お元気でしたでしょうか、えー、ヘンリー鈴木のスポーツ塾2023年10月号の、えー、スタートです、えー、今回も中目黒のデモクラスタジオから、えー、スポーツ界の点で話題に、えー、ちょっと違った視点から切り込んでいけたらと思っております、えー、60分お,、えー、お付き合いください、えー、メンパーソナリティーを務めますフリージャーナリストのヘンリー鈴木ですよろしくお願いします、えー、そしてコメンテーターを紹介します東京支部編集員の稲駒仁さんですよろししくお願いします えーなんかめっきり、ね、ついこの前まで酷書酷書とか言ったのが。この数日間で。もうそ、そうすね、もう、長袖じゃないですか。ね、まあ、そうですね。でじゃあの上着も着てますね,ね,えねえ。今日も、今日は。 28度ぐらいになったんだけど、今、この中目黒なって風がね、今日はね、風が強い、て、風が強くて、涼しくなって、昼間はちょっとあったかけどね、今はすごい涼しくなってますね。僕はね、でもしばらくはこれ大丈夫なんですよ、毎年そうなんですけど、涼しくなっても体脂肪が多いのか、保温されてるみたいな感じで、この中で保温されてるみたいで、たぶんあと1か月ぐらい半数で過ごすと思います。 えー、だから季節は、ちょっとね、季節感覚がないとか言われたりするんですけどもね。うん、まあそういう中でね、えー、スポーツ界も、えー、特にプロ野球、えー、もね、なんか秋風が吹いてきて、ああ、こういうし。 今年もプロ野球終わりが近づいてるなっていう感じになってきたんですけどね。ただまあね、昔と違ってというかなんていうかクライマックスシリーズだからこれからがという見方もある。見方もあるけどますけどね。まあ終わっちゃう球団もあるわけでまああとね引退選手とかね選手とかねそういうのもいてまあ特別セリーグはもう昨日であの全日を終了いたしましてはいなんか劇的ななんか最後でしたね一部の 一人はね中日 <laughs> 中日ドラゴンズとかね,ヤク,ねヤクルトとルト、ね、だから昨日は、えー、ヤクルトと阪神の試合がね、うん、あったんですけども、うんえー、そうヤクルトが勝てば六、えー、位から五位に上がって、うん、で、うんえー ドラゴンズが再び最下位になるという最終戦に5位6位をかけるという世間的にはどうでもいい話なんですけどもえあのドラゴンズファンは結構気にしていてね私も一応マスコミドラゴンズ会の会長だもんでちょっと気にしてたんですけどあこれ5位キープしたわと思ったんですよ9回ね終わって。 そうしたら9回裏ヤクルトが1点を追うヤクルトがタイムリーヒットからで同点になって最後山田哲人の擬飛でサヨナラ勝ちというね劇的な間、ね、にただあの負け惜しみで言うんじゃないけどドラゴンズ側に立つとね、うん、ああ負け惜しみで言うんじゃないけど、はい、まあ5位も6位も似たようなもんんだから, <laughs> ら、ね、<laughs> でだったら6位の方があのドラフトで。 なるほどで有利になるんじゃないのという話はしている人はいるけど、それはちょっと、もうちょっとドラフト1位の1位は一応指名してやる、ただ、1位漏れの一番最初にアクセスする。 まあそういうふうにやって、あのー、わざと負けた球団というのも昔、メジャーリーグはあったらしいです、<ー>メジャーリーグはもう全部がウェーバー戦じゃないですか、かかだからそれが結構問題になったとっいう時もあったんですけども、ねね、日本は全部ウェーバーでないもんね、日本は最初は歴史的にないのねただ、外れはウェーバーで、ね、そうそう、それはありますよね。うん まあ、だからそういう意味では計算はしやすいというね、ドラフトでね,ね、はいあ。問題はそういう美人の球団に、そういう選手、いい選手が来てくれるかどうかっていうところもあるんですけどね。うんうんまあ、昔は きにだかど今はね必ずしもそうでもないけどでもやっぱりねお互いにやっぱちょっとね監督や親なんかがお宅の球団には示されてもいきません大学進学させていただきますとかね留学させていただきますとかだからビリーというか最下位とか位にいるありようだよね。それが いいゲームだとかあの展望がある形での結果的に最下位だったらいいけど、うん、ドラゴンズを見るとそれこそまた本題的になっちゃうけど、はい、ど,どうですか、はい、この最下位のありよう来年への展望の見えるあの終盤だったか,か、まあ、コーチをばっと入れ替えましたよね。うん コーチを入れ替えてえ二軍監督の片岡さんををえヘッドコーチにするわけですよねででまあ結局はここは PL で固めちゃったわけですよあの片岡の能力がどうかっていうのは私はまあの吐き言ってすごくよくはわからないんだけどだからそういうなんかなまあお友達というかさそういうので固めるのってどうなのかなと思ってファンファン視線から見ると。 今年のドラゴンズのファームって あの一軍より悪いわけですよ、成績が。うん、えと5位に20ゲームずぐらい離されてるんです、あね、会で、もちろんそれは一軍にいっぱい人材を送り出してるからね、もう残ってるのがほとんどいないからっていう話もあるんだけど、ただまあそこまでこう低迷させちゃった、そ人を今度はヘッドコーチなんていうところへつけるんだったら、何らかの説明が必要だったんじゃないの、うんうん、みたいな。 より展望がが見えない気がしちゃう,ねまあそうですね辰、ね、立浪監督もまあ球団史上初の2年連続最下位ですよね。だから,だからあのジャイアンツはね、うん、比較してみるとジャイアンツは球団史上初の同一監督の, 2>,、うん、あの2年連続 B クラスだ、はい、B クラスだよ4位だよ、はい、それであの、まあ、退任なんだからそれに比べると随分ド,、ね、ドラゴンズは。 うんあのまあおおらかだなというかおおらかというか三年契約なんですよねまあまあまあそれでまあちょっとでもあれ原監督も三年契約の途中だよねでももうあれだって言ってだからおおらかだよねまあただ原監督の場合は辞任なんですあああままね自分から辞めたからだから来期の年俸はまあおそらく一部口論金みたいな形で一部支払われるんだけど立浪監督の場合は まあ自分から辞めない限りは来年の給料も全部丸ごと払わなきゃならないんですってこれちょっと球団のあれから聞いたんだけど<そ><で>け契約って大体3年契約とかって大。 大概そう契約うの,の内容もあるんですけど、3年目はあのオプションとかつくときあるんですよね、A クラスに入ってなかったらあの、もう3年目でやめてもこれしか払わないよとか、解約金で一時金で終わるよとかね、その場合はね、そういういろいろあるんですけど、辰巳監督の場合はどうも3年目、丸ごと払わなきゃならない契約だったんですみたいで、非常にその上に新監督になって。 そのその縛りってことなのかなかなも,ったいもったいないって言ってましたれしそれやったら <laughs> だったらいいじゃんっつってるも今のままそういう状態についてファンはどういう感じなのかなだからファンはだから早く身売りしろっていうファンがあってもうすごいどんどん増えてるわけですよそういう,こう状態を作ってしまった球団に対するこういう批判が続くって、ねうん、ですねなるほど だからどっか買ってくれみたいなねそんな書き込みなんかもしょっちゅうあるんですけどだから実際立浪監督もおとといが最終戦でしたよねでバンテリンドームで最終戦で最後に挨拶したんですけどもまあその時も結構が飛んでたんですよねねやめてくれとかねただ一方でねこの番組でも話したんだけど、うん、一方でそんな立浪ドラゴンズなんだけど、うん、だけどあの 観客すごく多いんんでしょ順調なだからその原因は球団もなかなか掴みきれない方でしかも若い人が比較的来てるらしいねまあコロナ明けってこともあるんだろうけどこれが立浪人気とはちょっと思えないからまあ選手はね比較的若返ったりフレッシュになったりして随所にいいプレーはまああるって言うんでしょそうですね でもそれだけじゃあちょっとな、うん、なかなかねまあ、やっぱりでもやっぱり野球を見たいファンっていうのは多いじゃでしょうきっとあとは全般的にああののなんだ WBC 人気であの、まあ、大谷翔平人気なんだけどうん、うん、だ,だけどそれで結構若い特に女性が比較的野球ミニを見に行こうみたいなのがその効果は、うん、あん なん確かに、ね、今のドラゴンズを見てるとあのベテランがほとんどいないですから大体20代昔みたいな野球はおじさんがやってるものみたいな雰囲気はあまりないですよね。で意外とイケメンもおいしい若い選手で。 だからそういうところではあの女性ファンも多いし実際、ね、WBC のトロフィーがバンテリードームに春にこうやって回ってきたじゃないですか卓、はい、球場を持ち回って回ってきた時あの時すごい列だったわけじゃないですかうん、うん、何百メートルと列があってやっぱりそれで関心はすごい強いってことだから。まあえー、だからということはあの野球全般的に客が増えてるんで,しょそうですよね。 こん最下位ばっかりだったらそのうちまた離れていっちゃうリピーターが少なくなっていっちゃうっていうのは見えてるからまあ今,今のうちになんとか手をつけなきゃならないんだけどあれ、立鍋監督もちょっとまたこの前気になっちゃったんだけどおとといの最終戦の最後のスピーチねファンへのスピーチで言ってたのが、うんえー、私には、えー、選手を若い選手を一人前にする責任がありますとか言って。うん その3年目の続投する理由をね、言ってたわけ、うん。でも監督って選手を一人前にするのが仕事じゃないんですよね。一人前にするのはコーチじゃないですか。チ葉市で言えばデスクじゃないですか。デスクが鍛えてね、ったよ。で、それを、で、そんなから出てきた戦力をうまく使ってチームを勝たせるのがころですよね。だから、ちょっと勘違いしちゃいかんぞみたいな感じがしてね。まあまあそうね。 結あとは話題になったのが清原がね清原和博さんがドラゴンズのコーチで入っていくんじゃないかっていうのが結構すごいねどっかが書いたのかなんかそんなことは検討してるってだから辰巳監督からすれば先輩だよね先輩はそれも頭が絶対上がらない先輩ねだからねなぜその別に清原 清原さんが昔犯した罪をまあ今はもうしっかりそれを償ってきてるんだからそれに対してはどうこういうあれはないんですよ、なんにも。ただじゃ彼がその人間的にもそ,のそういう指導者として適切かっていうとあまりそういういい噂わさとかあまりまだ聞いてこ聞こえてこなくて、まあ、あ,あとは実績がないしね。 だから、そういうところで安易にエルの先輩だからって本当に呼ぼうとしてたんだとしたらばそれはちょっと考えなきゃいけないですよ、立浪監督っていうのはね言いたいですけ、ね、そ,う、ね、そうしたらでも片岡,片岡の北関君、ピエルの同期が来要なんですよ、今度は、ね。なんだかねって感じだよね,ねだからね、この辺どうかなっていうね、だからそういうところを考えると来年って、あれかなと。ただ 球団も球団で手を打ってるみたいで、二軍監督に井上和樹を連れてきたんですよね。うん、井上和樹はまあ,あの元あのドラゴンズのね。選手、うん、会長かな？だったし。うん、まあ人望はあるし、明るいし、うん、あので今のほら前も言ったかもしれないけど。 プロ野球の潮流って、二軍監督やって、一軍、その後上がって、それは強いじゃないですか実、あの今のオリックスの中島監督みたいなパターンでね、高津もそうし、今年、あれだけど去年まで連覇したし、だからその潮流を作ろうとしてるんじゃないかなっていうのはちょっと感じましたね、井上和樹を次期監督として、今、二軍に置いといて、若手を見させて、まあすんなりとまあ来年、途中からか、来年、終わってからかしらなんですけど、そこで監督交代みたいなね。 そういう長期的なプランがあればまだいいけどね、うん、おそらくこの井上和樹を二軍監督に推したフロントの誰か分かんないんですけど、うん、人は「俺はちゃんと中期長期展望を見ながらやってるぞ」みたいな感じで言ってるんじゃないかなっていう感じがちょっといたしますね。でその他にもねあの今年引退した堂上直道とか大野翔太福田、うんうん、この3選手をいきなりコーチに出るっていうね あそ,うなんそうですよ、<ー>昨日発表されたんですけど、<ー>これも珍しいですよね、引退した3選手をそのままコーチにそのまま入れると。というか、コーチにするために引退、いや、それはないですよね、むしろ、まあ、コーチに、まあ、それもあるから、コーチになってもらいたいから、もうやめてくれやっていうのあるかもしれないですけどね。た、うんうんね、回やめたら、うん ちょっと12年は外で勉強して,、ね、勉強してからのほうが、ん、すぐになって成功したケースってあんまりないからねそうそうし昔の長嶋さんとか大さんとかねで,ねねで球界でこれをやるっていうのは意外とこう安易と言われるんですよ<ー>結局はさ引退うん引退してスコーチしてやるからだったら「はい分かりましたま<ー>お願いします」ってすんなりやめてくれるじゃないですか去年の平田涼介みたいに、ね、<laughs> 引退試合やってくれとかさもう,もうご,ねごねることもないし <laughs> そういうふうになればね<ー> <laughs> だからちょっっとといかなと思ってそそこもねねうだ、うん、あのちゃんと資質とねあれが計算あってだったら見抜いてだったらいいけど、ね、しかも大概やっぱりどっかでやっぱりあの他の飯を食ってね、はい、やっぱり人間的にもあるいはその勉強もしての方が大体いいケースが多いよね大体ね。だってね彼らって例えば3 5五6歳で辞めるとしたらさ 物心ついて三十数年間野球の世界しか見ていてないわけじゃないですかそれもどっかでちょっと一回外出た方がね絶対広がりますよね,ね,ねああその他にもねまだあんですよドラゴンズね確かちょっとこぼれ聞いたんだけど秋,キャンプ秋にキャンプあるじゃないですかこれ今ま、ね、で沖縄行ったりしてこやったんですけどあったかいところでこれはもう名古屋でやることになったとかね、うんうん、もしかしたらコストカットかなこれもねああわざわざ必要ねえだろうとかでも 今さらだけどなぜこの最下位のドラゴンズ話だけでこんなに長結構ねう僕ね <laughs> <laughs> 他のあのねほかのあのとこのちょっとねコミュニティラジオなんかにも、あのー、最近レギュラーで出させてもらってるんだけど、うん、ドラゴンズファンがねそ,そこのディスクジョッキーだも結構ドラゴンズファンになってきちゃったんですよその話聞いてるしな、うんでって面白いってドラゴンズ。 <laughs> <から S 2> いや <laughs> そういうの関心ある人だけが集まってるからじゃないの関心あるというに何かいろいろまあ言ったように令和の米騒動とか出てきたりね珍騒動があるから珍騒動があって、うん、でこういうふうに何か,まあだから出てくるとだ,だからな,なんだろうなあまりこうあのまあ低迷してるからこそ、うん、あの珍現象というか。 があるからな,のかなで,で,でそのまたそのやること自体が「うんうん、えなんでこんなことやんのこんなことやってうん、うん、バカなことやっての?」みたいなの結構多くて、うん、ちょうど34日,日前にもドラゴンズのホームページに謝罪文が載ってたけどなんだっけどっか 3, 3連戦のね、うん、阪神かなから3連戦の宣伝でその。 女の人たちがドラムズの,のロゴをついたこうシャツを着て歩いてるような結構カラフルなポスターだったんだけどそのデザインを。 実は模倣したものだと言われちゃってだからバックナンバーってロックバンドあるじゃないですかあれがバッテリードームなんか全国ツアーやった時にポスター作ったんですよそのポスターとほとんど一緒なんですよそれはあのなんだろうバ,バックナンバーだっけ、うん、だクレームが来たのそうそうだからファンから言われてバンテニードームでもツアーやったばっかりなんですもんそのポスター,あーそれはア同じじゃないって言っててファンもわかっちゃうで,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 で謝罪文読んだら球団でも調査したらあの。 直接デザインした人に聞いたら「模倣したことを認めました」と「で謝罪いたします」ってねなんか「品すればあれだね」んかねそういうものは出てきちゃうからどんどん出てくるからだから話題がつき合いとかそうだねこれ来年もこんなうにだ話題つき合いんですかねまあだからそれかそういう話題の中で何となく見に行ってみようかって客がんかだんだんねんか選手の名前も覚えてきちゃったしみたいなね あまりよろしくない状態だよ、ね。よろしくないのかも、なんか炎上商法かみたいなこと。まあ、ちょっと。ありますよち。ちょっとしたね。うん、いやー、すごいな、いろいろ。すごいでしょう、このど、最下位のチームだけで。十五分以上いっちゃってるんですよ、うん、もう。まあ、ありえない。え<お>。ね ね、ちょっと巨人の話してあげましょうよせっかく原監督やめるんですね、うん、だから、うん、あれも、えー、そういう意味ではさっき言った、ね、二軍から監督を迎えるというところで阿部慎之助だけどただ本当に阿部慎之助しかいないんじゃないかなっていういないのかなっていうのはちょっと思って、うん、であとはジャイアンツの問題ジャイアンツも、まあ、話題になりやすいと思うけど、うん、相変わらず一番 ドラゴンズと一緒、真逆で一番金かけてでしょ、にもかかわらずに、なんであんだけ勝てないんですかというのはね、ドラゴンズが勝てないのは、ある意味では、うん、いい、いまあいい、ね、まあね、あのあ一,一発を打てる選手がね、というかあの、というよりも、まあ、それだけお金かけてないんだから、必然だという、うんうん、ことも言えるけど、ジャイアンツは真逆だからね。 だから、ね、なんか今のジャイアンツをまとめるのに、うん、って、やっぱり監督の責任大きいと思うんですよ、これだけの戦力が一応持ってるんだから、原監督になっても、やっぱり17期通算、もう,うん、うん、マネリャしてきますよ、ね、レギュラーでもねだからジャイアンツは、イみじくも長嶋さんが監督のに言ったけど、うん、長嶋でも勝てるチーム作りよ、うん、というんで、やっぱり人気球団だから、うん、あの選手もやっぱり、花のある選手を集めて。うんうん それでかつ、やっぱり花のある監督、はいうん、で、はあの選手の方で花もあって、はい、かつそれがね、はい、もうあの圧倒的な打力、投手力を持って、はいはい、その、まあ、監督だとか、采配に,によらなくても勝てるチームっていうのがジャイアンツの、まありようですです、ね、だよね。だから監督も、今まで監督交代の時も、 僕はおそらくあの、川上さんからな長島さんに、スパッと、うん。うんうん 切り替えたじゃないですか監督を川上さんは V9 やってて、で V9 は途切れたとドラゴンズが優勝して1970年に、そしたらスパッと長嶋さんが引退して、スパッそのまま監督になるわけですねね。恐らくこれをずっと踏襲してるたの巨人だと思うんですよね、巨人。まあまあ、スターをね、そのまましで、王さんに今度はパッとして、で、最近では高橋を忍に無理やりやらせて、スターをやって、そしたら、 原さんここまでずるずるずるやってきて多分出てこないんだよねだからスパッといってそうなんだよねでいつも結局原辰徳が監督帰ってダメだとまた原辰徳が再登板だというそれで原辰徳がまあ人柄はともかくやっぱり監督の力量というのは誰もすごく評価はしてないなんか実績はあるんだけどやっぱりある種人柄とまあ 何て言とかなやる気を引き出すというか、うん、あまり干渉し,しないでやる気をまあ、うん、やる気えー、っと 悪い気分にさせないでなんとか勝つというムードを作るという意味では能力はあるのかあそんないけど野村監督みたいにねしたあれがあるわけじゃないし野球のでまあそれで原監督でも長嶋さんと一緒に原監督でも勝てるチーム作りをしてってその戦力で勝ってるということでしょそういう能力なら選手のやる気を阻害しないっていう意味での能力。 だよねだからそれでずっと継続してや,、うん、やってきて今回はあのやっぱりそれが、うん、あの原辰徳風のこう勝ち方なんとなく勝っ,、うん、勝っちゃうっていうのが通用しなくなっちゃったから、うんうん、でねいよいよじゃあ誰をするかという。本来だったら去年かおととしぐらいでもそういうちゃんとパッとこいつ監督がやらせたいっていうのがいたら、うん、パッと変えてって。 たと思んかやっぱり出てこないし阿部慎之助もなかなかそういうそうういあれじゃないでしょなんかさそこそこのスター性はあってまあでもやっぱりインサイドワークはやってたからでも監督したり能力がというか能力も少し花としてもねまあとかねスター性それなりのスター性はあるって知名度もあるけどジャイアンツのまあ <花>はい、という意味では、ね、それはそれでいったら高橋由伸の方がね, <coughs> ねやっぱり慶応防衛だったしとかなんかこうあったじゃないですかまあ帰ってこないかもしれないけど松井秀喜だそういうね <coughs> そういう感じなじゃんだから今か、ね、巨人もすごい人材が枯渇しちゃったんだろうなってだ今だからジャイアンツがスター軍団だった時と違ってきちゃってね、うん、でジャイアンツ自身がハエ抜きのスターを作んなくなっちゃったからね、はい あのいろんなところからフリー、ね、フリー人材を取取ってくるというのが悪い方に出ちゃってるのかもしれないね。うん、う,うこれがやっぱりちょっとなんか安倍さん安倍晋三スケールは悪いけどねちょっと消去法みたいな感じでここへ来ちゃってるのかな,な。でもそういうだからやっぱりスター不足で監督的な能力監督として職望されるようなあの タイプの人間でのスター性という意味では最近ではまあ安倍晋の姿が十分に近いよね。うん、だからねもうまあもう本当に彼しかいないと思うから今の巨人では。うん、うんうん、来年度まあ来年結構上にはいくんじゃないかなとは僕は思いますけどね。まあ年、ね、次、ねうんまあ、をちょっと特にリリフジとか整備しないと。ああでもせ戦力はね。巨人、うん、<十>じゃペト州人がいるい。トウ州がちょっとだトウ州人も。 元の戦力投入主力はなんぞ、うん、えっと、えー、一人一人にはあるよねるただそれが怪我があったりとか、うん、ななんかこうバランスが悪かったりとかね。うんうん いろいろなんか混乱してるところあるのかなと思って、うん、まあ三軍制度も敷いてるじゃないですか、うん、で結構、その三軍の中からこう上がってきたのもポポ出てくるし二軍からもまあ出てきてるしなんかその中でどういうふうにこ,うこいつはこれを育ててきてこういうところでこう使うんだみたいなものあやふやになったのあやふやなままこう出てきてるからなんか,かっちりしたものが見えないですよね巨人の,このリリーフとか見ててもねそういう意味ではやっぱり 采配とか、どうするのかな、どうやっていくのかな、びしのすけはみたいな感じはしますけどね、だからそういう、あれからいくとね、今度ほら、2軍のチームが増えるじゃないですか、全体で。どっか1つつ増えるんですよ。新潟とというこ あのは,はやて富士山って数字で223って書いてある富士山って呼ばれてるんですけどはやて富士山っていうのがこれできてで、これ BC 新潟は新潟県で、うん、ではやて富士山はこれ静岡の清水のこの拠地なんですけど、まあ、本来は清水だったらイースタンなんですけどイースタンって希望したらしいんだけどそうすると今ってウエスタンが5チームでイースタン7チームだ。 そ,そこへまたイースター2つ入っちゃうと59、うん、になっちゃうからこれいかんだろうって言ってあえて富さんはウエスターに行くっていうことで、ね、これでまあ一応68で、ね、でまあこれで要するに、うん、試合があのちゃんと対戦できるっていうル、ねうん、ースーになったから、うん、なんだけどこれがあのなぜここで増やしたかっていう元があるのは巨人が この手、富士山、これを参入させたいと2軍にと巨人の山口オーナーが言い始めたんですよ去年去年かな去年ですねだから巨人参加の2軍チームが2つになるみたいな感じそうそうだから3軍の選手を試合させたいわけです3軍の選手ってほら3軍今持ってるのってちゃんとした戦力として持ってるのってソフトバンクと巨人しかないですオリリリックスはちょっとね、ハビ というようなのもの兼ねてるから、うん、だから距離としてはこの3軍の選手を普段試合してる時ってあの例えば独立リーグとかどっか社会人クラブチームとか相手にやってるんだけどやっぱりレベルがちょっと低いから選手が育つにはやっぱりなかなか育たない、うん、だったらその二軍のプロ野球の二軍の NPB のリーグのとこう対戦させた方が伸びるじゃないかと、うんうん、だったらそういうチーム作りたいなっつってこの颯藤さんのところに声かけたと思うと颯グループに、うん。なるほどね、うん でね、ところがこ去年そういうあれを持ち出した時は巨人猛反対食らったわけですよまた巨人ばっかりだってそこへチーム入れてさああそ,そこで育ってさ、うん、でもアマチュアもそこのチーム入れちゃってさそこからそのチームかっこいい声みたいなのでみんなを猛反対してうん、うん、で BC に新潟も一応これ募ってね2つにしてやるんですけども。 だからいろいろね今回、この新たな増えたのを見るといろいろあれなんですよ各球の思惑がいっぱい見えてくるんですよだから、なんていうのかなやっぱり、まあ、この番組でいつも言うけどあのやっぱり日本のプロ野球っていろんな意味であの国内のほかと比べてもだし、うんうん、世界的に見てもいびつだよね<う>特殊だよね。つまり、うん やっぱり一番いいのはその J リーグのようなあのまあスポーツの文化は多少違うにしてもでもそういう意味では選手にとってもファンにとってもいいのはやはりチームを増やしてそれでピラミッド型にしてねでそこの参加のチームを持ってそこであのプロで。 ある程度はもうまあ、えー、サラリーが安くてもね、はい、みんな野球にかか関わって、うん、そのやっていけるというようなあまずは一,一,一軍というかを<ー>、まあ、セ・リーグ・パ・リーグもっとせいぜい、まあ、10球団10球団とかね<ー>してその参加を作って,って J リーグのようにね。うんうん なっていけないな。そういう組織じゃないですからね。ね大リーグだってそれに近いのであそれはちゃんとコミソラってトップがいて,て、ね、日本の場合オーナーですから。ね。トップがねでオーナー会議でで結局その各球団の既存の六球団と、うん、まあ球団というよりも六つのさ、うん、会社がね。うんはい、あのまあある種のまあ昔だったら PR のためというのかな。うん、まあ今 球団そのものでももである程度利益を得ようと得られるところと得られないところがあるけどその6球団のオーナー会議で全てが決まるんであってコミッショナーとかねいわゆる連盟じゃなくてあのオーナーの集合体で決まっちゃって。 力関係で決まっううところがそうですねだから昔は巨人の勝力さんとかが安部ああ安倍さんなんかがむちゃくちゃ強かったから何をやっても。まあだからジャイアンツ戦をやるということしか 利益が出なかったからやってそれに唯一と言っていいかね、意を捉えて、ちょっと待てやってやってたのがドラゴンズなわけですよ、やっぱり、中日支部と w b 支部のこれもあったから。多少はね、ただ、どっかで共存関係もあるもんだから、もちろんそういう共存関係もあっ悪いところもあったんだけど、大きくはでも、そういう体制ということでは一致しちゃって。 そういうこうコミッショナーという,ような組織そのもので、うん、組織全体の利益を考えていこう、あるいは。その野球界全体、うん、の。選手たちが広く、ある程度野球で、長く食っていけるというような。ことは。あまり、うんうん、あまり考えてない、ねなかれ統一。統一感を持っては考えられる、ね。統一感はね、うん、それであとはアマチュアとプロの。有機的な結びつきも、なかなかなかったですね。うん、ね最近は少しは。 で,できたけどのやっぱ新聞社がまあアマチュアでのまあ大会でもある程度は利益は出せるしその後にプロというものができたというやっぱりあの会社のまあお互いの利益をお互い守っていこうっていうのがまあそれもそれで大事,大事っていうのかな歴史的な経緯があるからねそれ無視はできないけどでもみんなでもうちょっと考えてよってだって J リーグだって。 あのそういうことは企業がある程度は入ってきて、うんはい、あとは学校スポーツってことあったけど、はい、それがうまくま,まとまった形ができたわけじゃです、ね、だからで,で、うんまあ、サッカーの場合ねものすごい人気が低迷したこともあったから、はい、い,いことできたかもしれないけど。はいねまあ、でもね まあよく言われるのは既得権益を持っている球団がなかなかそこは手放さないからってだからパ・リーグは結構その辺は統一させたじゃないですか、放映量なんかもね、活させてそれによって相手の,のなんていうのかな、うんあの、スポーツビジネスとしてもパ・リーグは非常に良くなったしね。うんうん、でセ・リーグはやっぱりどうしても巨人もそうだし、中日も放映権は手放さないですから。うんうんうん ここういういところはねなかなかね足並みが揃わない家になっててだから,まあ,だからまあ我々も中日新聞社の人間としてはあのまあ理解かかかはしなきゃいけないけどただやっぱり文化スポーツ文化のありようとしてはねそれだから否定するんじゃなくてもっとちゃんと J リーグの形が全部いいとは言わんけどあの連想できるのが想像できるのはああいうような形だからああいう形で。 あのファンも、まあ、選手たちもね,ねあのより、まあ、野球を幅広く、ねうん、た楽しめるような形でもっとできないんですか、うん、と思っちゃうね,ね,ねき,っときっとでもこう帳簿なんかを見るとうわこれ取られちゃったら困るよみたいなのもたくさんあるんでしょうね,ね、うん、だから本当はあの今のそう既得権益をある程度譲っても、うん、将来的にもっといい展望ができることは、うんね、あるんだろうけど。ね 今あるところにとらわれちゃうっていうところはあるのかもしれない、ねね、目の前のコストをやっぱり率直優先そうそう自分の会社が大切ですからねそれはねうん、いうを守らなきゃなんないしとかなんかし、うん、でもそれやると全体が全体が自力になっちゃうからね自利自力のままどっかで何かこう本当こう、まあ、身売りが一番早いですけどね身売りが一番早いですよねその身売りいうかねこのオーナー交代がねそういう時ってねまあでも親がも,もっと悪いオーナーになっちゃうしな,いから、ね、<laughs> なる可能性もあるしねうん。 に依拠して,るっているとうころが問題で,うそ,うで、ね、そこら辺を変えるいうオーナー会議で決まった人がコミッショナーになるからあああ、ね、コミッショナーがそういうなんか意をとらえたらオーナー会議の議決で下ろされちゃうわけでしょのそのコミッショナーは。何にもできないですよね昔そこら辺がコミッショナーがあの、まあ、リーダーシップを取ろうとしたら引きずり下ろされちゃりしね、だからねその辺がねこれからちゃんともうちょっと、ねね、まあそれもねちゃんとしないと、うん。 それだから、ね、大リーグの大リーグの方はやっぱりほらポストシーズンがもう始まったじゃないですか、うん、き昨日からこれやっぱり、ね。これも違うんですよね、もう断ち切っちゃいますもんね、うん、ポストシーズンはきのうだったうんで、じゃあ,、えっと、じゃあ10月3日から 2>、うんか、2日から始まるんだと、うん、それまでにリアルシーズン全部終わらせなさいって,言って。うん 終わわらせちゃうわけですよだから紹、消介雨で消介してなかったらダブルヘッダーにしちゃったりして、うん、で消介してなかったら、もう順位関係ないやつだったら、その試合、うんうん、もう断ち切っちゃって、試合数少ないところもありますしてね、うん。まあそうだよね、うん、で、一斉にも終わったら、次の日からもうさあ、ポストシーズンだって,て、プレーオフだって,て、うん、もう、昨日からわーって始まって、うん、だから日本だと一試合一試合が興行だから、うんうん、そこで興行でそれだけ入って、あの、 入入入場の収入が入るわけだったからそそうそうダブルヘッダー昔はやったんですけどねもっとおおらかにね,、まあ、ね今はもうねできなくなってて、うんうん、だからセ・リーグなんか昨日終わったのにこれからプレオフ始まるまで10日ぐらい開くじゃないですか間延びしちゃうんです、うん、アメリカでこれやってたらもう、うん、あのアメフトの NFL とか。 NBA とかバスケットのうん、うん、みんな毎日のようにやってるわけですから<ー>そして取られちゃうんですこんな10日も学びしたらさまあそ,うう、まあ、そういう競争っていうのもある,あるうんだろうだからもうすぐにも間を空けずに間髪入って<ー>で今日もプレーオフは、えー、全部6球団ア・リーグ6球団パ、うん、ねあのナ・リーグ六球団で12球団でてうん、うん、今日もその最初のあれ,あれが、うん、全部 全部連勝して勝ち上がっちゃったからもう16球団、今8球団だったから4球団も今日で2日間で消えちゃった要するにポストシーズン始まってそれだからちょっと野球の話すればじゃあ大リーグどこが今年一番ワールドシリーズ最後優勝しそうなんですかっていうんで正式角打がちょっと予想しますと僕はやっぱり今回強いのはブレブスじゃないかと思うんですよアトランタ・ブレブス。 ねなぜかというと、まみ、あ、なさん、これからねあのテレビのと画を見てみる時も、ね、ちょっときも、参考にしてもらいたいんですけど、こっちから行こうかな。このね、ブレイブスのこれ、ちょっと見てください。すみません。あ、ごめんなさい。はい、はい。はいですか音があっ、うん、はい。じゃここでお願いします。<laughs> いいですかいいあ、<laughs> はい。 これ今年のブレーブス打線なんですよ、プレーオフの予想ス,ーは予想スタメンなんですけど、うん、1>, 1番のバッターがまず41本塁打ってて、阿久根にゃこれ盗塁も71してるんですよね、2>, うん、で2番33本塁打、3番37本、4番54本、5番,本ね、5番40本、6番18本、7番21本、8番21本、9番打者も17本ですよ。 これオルソンも54本というのナ・リーグのホームランホムランなんで、だから、大谷もずっと出たら、まあね、これを言ったんですけどね、この全員がこれだけ打ってて、チーム総本塁打307本、すごいね、ドラゴンズの今年の総本塁打は71本ですからね、同じ野球じゃないですね、これね、昔、クロバティが地球の裏に違う野球があったとか、日本に行って書いてたんだこっちから言うと、今、これが違う野球だなっていう感じしますよね、もうね。 このチーム、ブレイブスはね、ちょっと楽しみにしてもらいたいなと。まあそうね。ただ、打線はまあもちろんね、水物だからどうなるかわからないですけどね。さあ、いちゃいますね。ア・リーグはで、ア・リーグはやっぱりね、オリオールズがね、101勝で一番トップなんですよ、そのア・リーグの球団の中では。で、このオリオールズは今、藤浪がいるんですよ。藤浪慎太郎が、7月にトレードでね、来て、そうしたら、 むちゃくちゃいいんですよね。うん、もう100、162. 何キロ日本人最速16、165.1キロか。日本人最速のスピードを記録したり、何が藤浪をそんなに変えたのかみたいな。まあトレードでね。うん、そこから。で 藤この前なんかでインタビューされてたけど一応面白いんですよ番まず変わったのがこの縫い目にかけるとこだったわけボールの今までボールの縫い目をこの縫い目がこれ縫い目だとするとこう指の先をこうかけたらしいの縫い目にでこうやって投げたそれを第一関節にしたんですってそしたら第一関節ですごい引っかかってですごい まずっぐのスピン量が増えたとそれはチームが変わってボールが変わったわけじゃないからチームはそういう指導いろいろ試してたんですって自分でそしてこの第一関節にかけるのは高校の時とかなんかにやったらしいんだけどプロ入ってからだんだんこっちの方がいいやと思ってこういう指のかけるなった元に戻してみたら突然にいい球になったそれはだからトレードとは関係ないけどたまたまそのタイミングだったあともう一つ言ってたのがピッチ飛んでるっていうのがねこれ日本じゃあんまり言われない 大リーグ、ピッチ飛んでるっていう、よく言われるのがあって、日本って例えば内角のストレート投げたら、次の球って外角にこう遠く流れる球をでカーブとかスライダー投げて、空振りさせるじゃないですか、大リーグって結構ね、その攻めってあんまりやらないことが多くて、内角にストレートこう例えばこの左出しあるね、内角にストレート投げたら、同じところに今度、スライダーとかカーブ投げるんですよ、左ピッチ。 来るからストライクなわけそれ、ね。えバッター同じ軌道から来るから打ちに来るとストライクなんだけどそこで打ちこなったりすると。るね、で日本でそれちょっとこうど真ん中に入ると、うんうん、あの。 結構打たれたりするから嫌がるんだけど向こうはそれでストライク取ると当たり前でそれで打たれたらしょうがないよねみたいな割り切りがねそう割り切りがで藤浪もそれを結構教わったらしくて彼はまあフォークが一つの武器なんだけど今までフォークをこの低めから落とそう落とそうとしててまあそれがボールボールボールってなってねフォアボールになったんだけどもうストライクになるフォーク投げなさいって話になって真ん中高めに投げるしたんですだからまずまっすぐをまあこう高めに投げてきたとしたら同じところが今度 るそれはオリオールズの,あのピッチングコーチが,かもそ,ううのがそれを取り入れたってことで、ねええ、は あれだよね、うん、あのきっっかけになったえ、ね、で,す、ね、でそれなもともとオリオールズってねあれなんですよ投手再生工場っていう<ー>あの結構伝統があるんですそういう今のコーチだけでなしに、ね、ンンでなしに昔からね<ー>それぞとって言われてて、まあ、名門チームの一つだからねでまあ昔からそう言われて最近って特にまたデータとかなんか、うん、いろいろ カメラいっぱい置いてスピードとかやるとそれもまた入ってきたもんすごい科学的な指導もしてるっていう話もしててだからいいチームへ入れたんですよねまあそうだよねちょっとした指導者であのレベルの選手だとずいぶんと変わだって165キロ出る選手ですからねそういうことを考えみても大谷ってすごいよね多分そういうことなしでも彼はどこ行ってもやれるだろうそうですね。 大谷は自分でそれをやっちるいますから、ねあ,れね、あれ、彼は何かの指導を受けてどうだってあんま聞いたことないもんね。ね自分で考えてで、ね。うん。だから一,一番彼がおそらく。 まず苦労したら体つ作っということで高校の時にね、ひょろひょろだったから、これじゃ止まらないよと頭も早くないので、白飯1日10杯とか食わされたでしょ、うん、だそのその時で体作っていって、うん、で、体ができて技術を、技術は彼はそういうものも頭いいから自分で研究していくからだからトレーニングに勝る技術はないって彼が言ってですね、一つの名文句としてね。非常に常に近道近道を取ってきてやって。 うまくねあの、うん、やってるのかな奥田とっては電子にもね、うんうん、まあただね今こんな右肘手術していや一番そこだよね そんんなななに戻れるとはあの私なんかは思わないんですよだってほとんど一般の人はしない手術ですから、うん、分かんないですよだからこれ例えば今回前,前はなんだけどどっかの人体をここへ持ってきて移植、うんうん、して手術したでしょうまくいったけどねで今回手術したら、まあ、そこの箇所じゃないんだけどそこも修復しつつその違うところだから、うん、違うところにもうまた別の人体を持ってきて入れて、うん、さらに、えー、人工人体っていうのは最近あるらしくて、うん、それも 補足する形で入れて前の手術よりも随分と大掛かりなんでしょそうそう簡単なんですってそのが、うが人工の実態っていうのは結構非常に手術としてはより簡単になって治りも早いっていうんだけどただ問題はさっきほら僕の自己股関節の話でこの放送前に言ったけど自己股関節もそうだけど耐用年数があるわけですよ これはもう人工仮説が昔からあるから大体まあ長くて20年ぐらいって言われてるんだけどこの人工実態に関してはまだやったことある人がそんなにいないからデータがないんですってだからここ入れて何年持つかはまだわからない何年持つかもそうだけど前のようにすぐにねもう今まで人工実態やった人は何人もいてそれはあの普通の,あの人体を持ってくるよりも早く 気はしててくるるそれかっ、うん、前のように使えるっていうのはたぶ、うん確実なんであろうと,う,とそう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 、うん、ただそれがどれだけ持つかがまだそのデータはないっていうや基本的には今の見通しとしては復帰は比較的早くできるであろうとはい、はい、ただその耐用年数の方がどうかなっていうことの不安の方が大きい、ね、そうそうですよね。うん 来年はバッターだけでやって DH だから守備もやらないでしょうしねそれは再来年ピッチャーなんだけどそのピッチャーで1年、2年、3年投げたらまたぶっ壊れちゃうのかとかねそいかんなですよね特にあんなに速い球投げる160キロ投げるピッチャーがやるわけだからデータなんかそれ今まであるわけがなくてもったいないって言っちゃもったいないしだからね、これまあ多分。 もうすごいエンゼルスと大谷の代理にずっと多分話し合ってると思うんですよ、今、もう FA 権、ワールドシリーズ終わったら FA 権取得しますから、うんうん、だからここで今、残留交渉、恐らく交渉やってて、昨日もエンゼルスの GM は大谷は残したいと言ってるんですよね、チームに。ただ、ワールドシリーズ終了後までに、あのー、残留交渉がまとまらなければ、恐、うん、らく FA になりますから、一斉に他球団との,この競争。 うん、マネーウォーズでだからあの一番はあの来年ピッチャーやれないにしても<の>基本的な条件としては二刀流を認めるところでしょそれとあとはエンゼルスではなかなかだめだったけど勝てるチームにいきたいっていうのがあるんじゃないその二つ,つの条件、ねうんうん、でエンゼルスが勝てるチーム作りすりゃいいけど、うん、多分それはなかなか難しいだろうから。 だからエンゼス離れる可能性は高いそうですね高んじゃないかなと思いますけどね、ただね、その団がをわれると思うのって、さっきのブレブス打線のあのホームラン数見てみたら分かるけど、今、ピッチャー不足してるんですよ、大リーグ。だから、二刀流だったらみんな逆に飛びついたのね、大谷に。少なくとも来年1年をピッチャー補強できないってことですから、大谷、そんなお金もすごいお金払うわけですから。 そう思うと、お二人はどうしようかっていう球団いっぱいあると思うんですよね。<うん S 2> 今年はまあ様子見かなとかなでそこへ、またこれ、日本の球団の,、ね、あのこれからメジャー行こうっていうピッチャーたちがこれが絡んでくると思うんです、うん、うん、例えばオリックスの四冠王、二年ですけ山本由伸、彼もうポスティングしますから来年行くってことか。来年,とか来年行くんですよもう、うん それはすごいことになるよねでしょうで、うん、もう、大和由志郎がすごいのはもう、先月かなあのド、うん、ヒットノランやったじゃないですかあの時って 大リーグ三十九団のスカウトがみんな見に来る日だったんですよ。うん、ああ、そこの日にやると。おそらく本人も知ってるんですよ <laughs> そやだからね、本気出しちゃこんなもんだぜこんなもんなぜって感じだよね。はこれやってるんですよ。すごいよね。だからこれはね、なんか一体いくら相談戦大谷よりも山本由伸を欲しいっていうチー,、うん、あー現状ではね、いっぱいいるんじゃない、うんだね、だまだ二十五歳ですからね。らそうだよね。うん あとは d n a のエースの今永、彼もポスティングでしかもメジャーリーグで通用しそうな人ですか30歳だから、ま今年はがチャンスとしては山本由伸はすごい争奪戦でだから山本由伸、今永、あと楽天の松井裕樹もね、日本ハムのエースの上沢も出るみたいですから。 その辺のピッチャーがまたこう取っとって市場に出てくるんで大谷との兼ね合いもあって大谷はバッターだけだよなあれはて言ってか悩むっていまあそうだねお客さんは連れてきてくれるからねただこれもかかるからねだから確かにちょっと様子見になっちゃうかもしれないねそうやってプロ野球ね侍侍の新監督も井端 そうなったしねちょっとどうなんですかね、これがまたね今た、井端さんまで、本当8月中に発表されるようになったんですよ、きの日会見したでしょ、井端新監督就任って、8月中に誰が決めるって言ってたのに、ここまで伸びたってことは断られたんですよね、いろんな人に。だから、あの後はやりにくいだろうね。 <で>栗山さんの後で。やりにくいよね。うん、いいものを残しちゃったから。ねね、で、比較されるしね。絶対にそ,ねそれと且つ。 これからのパリオリンピックでしょ、パリオリンピックはも野球ないですけどね、しばらくないじゃん、プレミアリーグとか、そっちはないんだ、ソフトボールも。ひとまずだから、井田監督は来年秋のプレミアム12までか、それまでがの契約みたいです。 でその WBC までの契約にはしてないんですようん、うん、だからそこまで利用を見て、うんまあ、そうだね、うんまあ、本人もその方がいいと思うんですよそうだよ、ねうん、で,でも指導者として実績ないしねうん、うん、実績はないけどただ彼のあれってあの東京中日スポーツのイバタ杯っていうので、うん ずっとドラゴンズ行ったときね、そういうのでもずっと関わったように、少年野球からそそれはっずっと見てるでしょ、ずっと見てて、<も>ででその後も u 1 2とかいろいろやっていきたいじゃないですか、だから今の何、これから育ってくる、出てくる選手、今の高校生とか、うんうん、あの辺をはやたら見てるんですよね、彼はね、うんうん、みんな知ってるわけですよ、だから。まあでもそれとプロ野球の指導するって全然違う,、ね、違うんだけど、うん、だから若かい、だからアンダー15の監督も一緒に就任しましたもんね、これね。うんうん だそういうところを見ていて、じゃあトップチームを指導するに足るものを監督かどうかっていうのは、おそらく来年秋までに見極められて、OK ならそのまま WBC、2026年 WBC まで、だめならまた別の人探すっていうね。あともう、今、監督になっちゃうと、2026年まで、例えば他球団の監督、やりたい人よプロ野球の監督から、そろそろ俺のとこ来るぞっていう、そういう人に声かかるわけですから。 それまで契約できないですもんね。他の監督がられないじゃないですか。あそう、ね、それもやっぱりちょっとね、いつ声かかるかわかんないんで、ちょっと僕今回はみたいなさ。まあそうだね、うん。そういうのもありますよね。いろいろね、ねうん、あれだなと、ダリバタも大変だな今バサと思います。はい。まあそうそう。うん、私ちょっと今日ははい。 じゃあ、えーと、あと10分ですね。ち、ねはい、ちょょっっとね私今今日日日ラグビーーののののワルルドカップの話題は、ね、んは、ね、今度日曜日の夜ででしアゼンチン全然わかかららないいいいここ前を見たけどいやめちゃ強いですよだから相当こう えー、サモアより、まあまま、全く強い,、ね強いうん、ですねしかもやっぱりこうパワーもあるからねだからでもスクラムでね結構日本あのイングランドにもこう、うん、いい勝負というかもう、うんえー、凌駕するようなぐらい力あるから、うん、その辺でこうアルゼンチンがあれ日本あれ,こんなあれっていうふうに思うような局面があればね、うん わからないけど、ね、基本的にはやっぱり相当というかなかなか、うん、あの勝つのはしなのは難ただこれ今までこの前のイングランド戦なんかも見て思ったんだけど、うん、日本ってすごいゲームプランを遂行するのがうまいですねやっぱりこ,このチームはここが弱いとか強いとかそういうのをいい、まあうん、のデータを見ていい勝つプランは相当やって、うん、それにあのそのシミュレートのもとにものすごい猛練習をして。うん っていう意味からただあのサモア戦なんか見ても分かるんだけど、うん、一番そこで大事なのはね攻撃のゲームプランはそれなりに作り上げられて完成度が高まってきたんだけど、うん、ミスも若干少なくなってきたんだけど、うん、肝心要のディフェンスのミスというか、うん、ちょっとそのタックルがちょっと弱かったりとかねサモア戦も 1>, あの1人多い状況から2トライされたからね、はい、まあ,ある程度後半になって体力が落ちてくるところではあるけどでもそこら辺が本来強いはずなんだからあのもう今大会ずっと最初の地戦からちょっとディフェンスがもろいなで特にあのリーチマイケルだとかね堀江だとかあの辺のこうディフェンスでもそれなりのキーになる,なるまあ,あの堀江は。 フォワードの一列目だけどあ<ー>あのディフェンスや何かの見,、うん、あの見てゲームプランの中でこう<ー>広い視野でも見えたりもするから、うん、そういう,こうベテランがいなくなってくるとね、うん、ちょっとディフェンスにあらが,が出てくるんで<ー>ましてアルゼンチンはすごく突破力があるから、うん、そ,うそこら辺がひょっとするとものすごくこう。えー 攻撃の波に相当さらされるんじゃない、そこでディフェンスも1回崩れると、だれを打つような怖さもあるんだよね多分その辺は抜かりはないと思うんだけどね、松田のキックが決まる続ける限りはなんとかなるだろうと思ってそれは関係ないからね、あれはあくまでも、キックは、要するにゲームとしてある程度、成立してからのものだからね。 え要するにあのペナルティーゴールやなんかでもやっぱり圧力をかけ,かけてる状況だから向こうが反則するわけだからそうう要するにキックのチャンスさえない状況ラグビーの場合はキックのチャンスがあるかどうかがポイントだからあれはあくまでもそれはイングランドのようにドロップゴールの名手がいればその劣勢の中である程度はあのこうなんていうかな要するにえあの ある程度まあ劣勢で追い詰められてもそこから飛び道具のように点を取れる場合もあるけどあのペナルティゴ,ゴールは飛び道具でもなんともないけどあくまでもトライを取ったあるいは押しててプレッシャーをかけてて向こうが要するに実力が出た段階で実力の差があってやっとペナルティゴールのチャンスが出るわけだからね。それで あのなんか通勢を決めるもんじゃないから。ただ金差になった時にペナルティゴールが入ってるか入ってないか決定的に多い。まずは金差のゲームができるかですから。わかりました。ということでですということでケンジさん。まあワールドカップはいもうワールドカップ本当ここで稲垣さん消えちゃうんですけどね。はいはいじゃワールドカップの話の続きでねちょっとビールの話しようかなと思うんですけど。 あの<う>今大会ってビールってワールドカップのビールまだいなくなされるけどオフィシャルビールが朝日ビールスーパードライなんですよねだから東京大会まではずっとあの、はい、ハイネケンがビールやってたんですけど今大会はそう、高いで、まあ、スーパードライもね、フランスでも高いっちゃ高いだけどううその、あの要はオフィシャルビール,ル、えっと、ワールドカップでのビールは高い、はい、でも、はいはい ものすごくレただ最初のうちはそのビールが足りなくなって大変な大騒動だったんですよフランスでアサヒビールがちょっと読み間違えたみたいな話だったんですけども <laughs> でなあれどうもどうもじゃあ <laughs> カメラの前を切っていきましたじゃあんでねアサヒがフランスの大会のビールをアサヒビールが そのオフィシャルビールを取ることができたのかっていうなるとまあその裏にあるっていうのがあのエヴァン法っていう法律なんですよね。フランスって今そのエヴァン法っていうのは公共の場でえお酒の広告を出せないっていう広告あの法律があってえハイネケン例えばハイネケン今までの,そのオフィシャルビールだったハイネケンは。その 前回の大会でもありましたけども、あの、例えばムスリムの選手なんかが、その記者会見場にハイネケンのビールを買って宣伝のために置いてあったら、それをわざわざテーブルの下に隠したとかそういうこともあったと思うんですけど、やっぱりそういうちょっとお酒に対する、えー、いろいろな、この、 で、あの、形式の違いがあって、えー、特にこのフランス大会ですと、えー、全くハイネケンという名前を、えー、会場の中に出すことができないと。ただビールは売ることできるんだけど、広告として出すことができないから、えー、それはあんまりメリットが、えー、ないんじゃないかっていうところでハイネケンが撤退して、まあそこのところへアサヒビールがあの入ったんですで。ただ、アサヒビールだってやっぱり、 宣伝はしたいわけですよね世界中に流れるから。で、アサヒビールが、えー、取った手段は何かっていうと、漢字で辛いっていう字をね、1文字だけ書いて、それを会場の中に結構ポスターで貼り出したりしてるんです。で、辛いっていう字だけだったら、まあ、ビールを、ね、の広告にならないだろうと。えー、でもまあ わかりますよね。アサヒってスーパードライ辛口っていうふうに宣伝してるんで、まあ日本人が見れば、この辛口の辛っていうのを見てみれば、あこれはきっとアサヒビールスーパードライのことなんだなと思うけど、まあ、あの、これは連想したものには当たらないっていうのが今、アサヒビールの。 見解でね、辛口の辛の一文字だけ、えー、やってるという、えー、ことです、えー。ワールドカップのちょっとした、えー、こぼれ話でありました。えー、それ以上本当にワールドカップでビールってね、みんな本当にいっぱい出て今出てた日高さんも言ったんだけど、あのー、ね東京大会の時なんかも、えー、行った方なんか会場実際行った方はわかると思うんですけど、一人がねハーフタイムなんかにビール一人で六 6杯分ぐらい買うわけですよねで、で、その6杯分買って、そのハーフタイムの間、ハーフタイムの6杯分買って、ずっと飲んでいくと、えー、だから 1, 1試合で大体いい12杯ぐらい飲んでいくっていうのが、えーまあ、本当によく飲みますね、えー、でもあさって、えー、日本と大阪、えー、のチリ戦あります、美、え、味、ーまあ、しいビール飲みながら飲んで、えーね、買ったら、乾杯できたらいいかと思います。 えー、来月も、えー、第一木曜日、えー、初回放送をお送りいたします。えー、でも、え、リス抜きのスポーツ塾、えー、ご覧いただいてありがとうございました。えー、来月もまた、えー、お会いいたしましょう。あれあったな分、うん <laughs>